デイビッド・ハートリーは、イギリスの哲学者であり、関連連合心理学の創始者である、王立協会会員。ハートリーは、ヨークシャーのハリュファクス近郊で生まれた。母は、ハートリー誕生の3ヶ月後、イギリス国教会の牧師であった父は、ハートリーが15歳の時に、それぞれ他界した。彼は、ブラッドフォード・グラマースクールとケンブリッジのジーザス・カレッジで教育を受け、 1772年には、ケンブリッジのフェローになった。当初イングランド国教会の聖職位を取ることを目指していたが、主として英語罰の協議に反対するなど、国教会の39箇条に同意することにためらっており、やがて医学を志すことになる。彼は、教会組織にも市民社会にも責任を果たす義務を感じていた。1730年。 アリス・ローリーと結婚するが、アリスは息子のデイビッドが生まれた翌年に他界し、その後1735年に、バークシャーにおけるシェディングフォード及びバックルベリーのロバート・パッカーの娘エリザベスと二度目の結婚をする。エリザベスとの間には、メアリと後に会議員になる、ウィンチコーム、ヘンリーの二人の子供がいた。ハートリーは、ニューアーク、ベリー・セント・エドマンズ、ロンドン。 そして最後にバースで内海を営んでおり、バースで1757年に死んだ。ハートリーは最色主義者であった。オブザベーションズオンマン第一版の表紙、ハートリーの代表作である人間論は1749年に出版される。これはエティエンヌ・ヌボーノ・デュコンディアックが人間認識起源論において類似の理論を提起した3年後のことである。 人間論は二部構成であり、第一部は肉体と精神の構成、両者のつながりや影響関係を扱い、第二部は人類の義務と宗教的期待が論じられている。人間論はキリスト教語教論への施策、及びキリスト教の真理についてというタイトルの神学論が含まれており、そこでは神の存在証明、聖書の霊的権威、神の存在の永遠性、 無限性、非物質性、自由意志、奇跡、救済の条件等が論じられている。ハートリーの友人であり、その理論の最大の擁護者は、ジョセフ・プリーストリーであった。プリーストリーは1775年に人間論の編集版を出版し、ハートリーの思想の普及に大きく貢献した。議論の骨子となるのは、物理学、生理学理論としての、 振動説と心理学理論としての関連連合説である。前者の振動説はアイザック・ニュートンのエーテル概念を神経活動の説明モデルに転用したものであり、後者の関連連合説はジョン・ロックが人間精神の形成プロセスを感覚近くから説明するために用いた理論を下敷きにしたものであった。 ハートリーは、白板としての人間精神が、知覚経験の積み重ねによって、感覚から最も遠い意識の状態へと、成長していく、というロック的な経験構築の過程を、振動説によって根拠づけようとした。さらに、牧師のジョン・ゲイが書いたザディサーテーションコンサーニングザファンダメンタルプリンシ n d a m e n t a l ー r は、モラリティからもヒントを得てて、共感や良心、 信仰心も利己的な感情からの連合によって発達したものであると論じている。ハートリーはこのように神道説を科学的根拠としてロック的心理学を道徳や宗教感情の原理にまで展開したのである。また、ハートリーはこの二つの学説をリンクさせるために分析と総合とニュートンが呼んでいた方法を採用する必要性を述べている。 ハートリーは第一部の冒頭で、振動説は一見連合説とつながりがないように思われるかもしれないが、これらの説は実際にはそれぞれ肉体と精神の力の法則を含んでいるものとわかれば、両方の学説、さらには肉体と精神が相互関係にあることになるはずである。振動はその効果として連合を導き、連合は振動を その原因として指し示すことが予期される。と述べ、分析を通じて、両者をつなぐ行動全般の法則を発見、確立することで、そこから予想されうる道徳的、宗教的事象を総合的に説明することが本書の目指すところであると述べた。振動説、ハートリーの振動説は、 生理学的及び心的事象の密接なつながりを研究する現代の心理学への端緒を開くものであった。彼は感覚は神経内の随質の微細な分子の振動によって生じるものと考え、それを裏付けるためにニュートンの微細な男性物質であるエーテルを説明に用いた。エーテルは個体の微小の格子や他の物質との隣接状態の中では希薄であるが、 それらから離れるほど動きが活発になり、振動を生じさせる。快感は穏やかな振動の結果であり、苦痛は神経の連結が壊れるほどの激しい振動の結果であるとされる。そして、こうした振動が脳内に動詞の微かな振動への傾向性を与えるが、ハートリーはこれを微振動と呼び、その振動と対応した感覚の観念が発生する。これが、 精神が持つことができる観念や理念の起源である。観念連合説早期や思考一般の流れは直接的に外的感覚に依存している場合を除き、脳内で熱と動脈の鼓動によって絶え間ない振動が生じることから説明される。こうした振動の性質は各人間の過去の経験やその場での状況によって左右され、 そうした状況は何らかの支配的な傾向性を生み出すとされる。頻繁に連合する複数の感覚は、それに対応する観念に結びつけられ、連合した感覚に対応する観念が、さらに連合し、その結びつきが強い場合には、新しい単純観念が形成されることもある。そうした連合された観念に対しては、注意深く分析すれば、要素に分けることは可能であるとされた。 ハートリーは、このように感覚現象を詳細に分析した後、こうしたエーテルによる振動に基づく連合から、記憶、想像力、推論力といった知的、認知的能力までも説明する。ロックの関連連合という用語の下で、関連は、感覚を除くすべての心的状態を含むものとなっていると言える。例えば、純粋が無視の情なるものは、 物理的振動によって引き起こされた回復界に基づく利己的な感情から由来したものでありながらも他者に対する道徳的性質として実際に存在するということになる。自発的行動もまた物理的に見れば理念と運動振動の固い結びつきから生まれるものであり、この点で自由意志をめぐる論争においてはハートリーは決定論の立場を取る。 自由意志が決定論的に理解されるというのは一見矛盾しているが、ハートリーは個人は環境からの作用に由来する回復界に基づいて行動する存在でありながら、それが懲罰関念による動機に基づくものへと意識が高まる中で宗教的義務関念が生まれ、最終的には神からの期待の中で宗教的事故が確立していくとした。 このようにハートリーは必然論的メカニズムに合致するだけでなくそこから由来する自由意志を規定することで人間の精神と肉体の二元論的枠組みを一つの科学的法則の中で説明し直そうとした。ありがとうございます。